か高垣くん、慎太郎さんに踊ってましたよね。へえ、そんなことしちゃうんだ。歌います。探します。とりあえず地獄をやる。停電読みで配電盤に向かう。外れた。ナイスボタン。ナイスボタン。はい。はい。どうしました？はい、いいあ、ボタン押した理由ですか？え？どうしたんですかって言われたから。あ、いや、なんか、はいって言ってたから。あ、いや、なんか、僕考えてたんですけど、僕実はチョコミント好き派なんですけど。めっちゃ好きね。まさかこの話題と。すごい振り返る。びっくりした。いいね、いいね。嫌いな人は人生何楽しんできてるんだろうなと思って。ああ、いいね。いけいけ楽しい、いけいけ。もっとあるだろう。チョコ味とかバニラ味とかさ。別にミント混ぜなくてよくない？チョコミント。おー。お茶間なのか。ミントしか楽しめない。そうやな。はい？お茶間？歯磨き食え、歯磨き。大人の世界へ来いよ。歯磨き美味しいやろ。でも希望もなくてすいません。おい、おい、おい、はい、何ですか？おい、何ですか？高垣。あ、そっち？おい、そっち？何やってたんだ今。あ、なんか慎太郎くんに追いかけられたんで嬉しくて踊ってました。へえ。いや、なんか高垣くんがタスクのない場所で突っ立ってたんで怪しいなと思って。ええ。あ、おやおやおや。ナイツハッカーですか？なんか。高垣くん、慎太郎さんに踊ってましたよね。へえ、そんなことしちゃうんだ。ああ。高垣くん、慎太郎くんの前で踊らないんですか、みんな。え、逆に高垣くん。え、マジでこれ、もうマット確定でいいんすか。いや、ミント嫌いって言ってたよね、高垣くん。あれ、でも、正直に、本当に、好きで踊ってただけなんで、まあ。シェリフ、シェリフ行ってみよう、シェリフ。シェリフ行ってみよう。うん。シェリフチャレンジだ。よーし。入れりゃよかったな。あ、めちゃくちゃ。なんでマット踊るんだよ。踊るマット。いや、ガチで今のマット。から携帯がお得になるやつだ。はい。おお。いや、これでキルを着やんのか。不思議。これあれじゃん、高垣くんちょっとビビってるから。切りやんかった。一番大事なのって、一番大事なのってこのターンで高垣を見た人っていますかって話じゃん。見てない。見てない、見てない、見てない。どこに置いてどこにいたのか言えますか、高垣くん。僕キッチン脇で武器庫コックピットです。さっきまであんなに目立ってたのにな。もう運じゃないですか。じゃマジでマジで頼むから、停電とかさ、小見さんとか直してくんね。絶対停電直すわ、うん、ちなみに見かけたら切るわ。もう停電直したかったら僕のこと見かけたら切るね。あ、これネロちゃん、あ、いいっすよ。シェリフってことですか？僕シェリフです。あ、オッケーっす。はい、おー、確かに覚悟しておいてください、高垣くん。死ぬのはあなたです。おー、びっくりした。死ぬのはあなたですってどういうこと？まあ、あれあれあれ、だって弁当に逃げられたら俺無理だもん。ああ、え、なんか許してほしい、それは。それは許してほしいよ。監視されてませんでした。ゲンさん許して。ずっと、ずっとちょっと何レポーターやってたんですけど、配電盤前に初手待機されて、コメサボが始まったら一応コメサボの方には向かわれてました。はい、ほうほうほう、うん、一心不乱に。逆に言えばね、高垣くんが配電盤前にいたことを知ってる人が小耳を鳴らした可能性まであるなって思って、うん、なるほど。疑いすぎたのかもしれない。で、あの時貨物にいたのが秋風スナパイゲンだったと思ってて、この中にいるかもしれないというだけ。なるほど。スナパイさん、スナパイさん、あ、はい、本人が鳴らした説はないんですか？あるよ。え、でも僕が鳴らしたってことは、
あ、それだと停電鳴らさないですか。まあ、いやでもね、はい、停電直した瞬間にマットじゃないから通路かってなりかねないから、あ、結局、うん、あ、可能性は残るよ、インポスター自身だっていう可能性は。まあ、あの安倍さんがさっき引っかかったんですけど、はい、あの、はい、高垣さんの死ぬのはお前だってネロちゃんに言ったのが、まあ、切れる人のセリフですよね、多いから死ぬのだってセリフで切って間違えたらネロちゃんって死にますよね。あー、なるほどね、まあ、やばい、変なメガネかかってる俺。それは俺は死ぬだけど、お前切ったら死ぬでっていう。まあまあまあ許してあげよう一旦ね。そうだね、目があったら死ぬと思え。おお、これ逆に釣った方がいいんじゃないか。なんかね、僕めちゃくちゃコミュに向かってましたよ。ちなみに今スナパイさんって棒立ちしてました、ミーティングで。一応ミーティングにキルしに来た人がいた場合、絶対死にできる位置で死んだ方がいいと思って。ああ、ボタン前待機ではなくはしご上待機してました。白い、うん、これ無言が怖いですよ。難しいな。まあ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 、まあ、サイは投げられた。これもしかしたら慎太郎くんと高垣くんの役職、みんなが思ってる逆の可能性あるね。ただ太郎慎さっき公民サボの時いち早く来てたんよ。僕のマットってもしかして疑われてます？いやいや、まあ、逆、うん、踊ってたっていうのが逆のパターンの可能性あるのかなと思っただけ、うん、でも足湯さん、あの時の公民サボって僕が直してない。あ、どっちやろう。でも確かにね、胃の一番に来たから、あんなマットメイドでやったらほんま自殺行為だから、うん、マットないと思う。あとこのターンコミサボ鳴らしたのは足湯さんではないですね。展望にアップロード行ったタイミングで鳴らして、私と2人きりになった状態で鳴らしてるので、足湯さんがインポスターならあのタイミングでは鳴らさないと思います。あ、確かにね、うん、左に寄せやんよね、根強いな。いや、この3票絶対人外ですよ。自投票1票入ってるやろこれ。なるほどね。お、いい感じ。ここは後でもできるんだよな。OK。あげあげ、わー、キッチン石油館の通路でキッチンのドア開けて死体発見です、うん、で多分この辺うろちょろしてたのは秋風さんかなって思ってるんやけど、どうですか？うろちょろはしてましたけど、コミュ直しに行って直して出てきたんですけど、うんうんうん、タイミング的にいけます。生きてるピカクロスって見てる？見てないと思います。であれば、おそらく石油側から切って石油側に引き返してる人だと思います。うん、あ、石油アベレージいます。石油、コミサボが鳴ってしばらく経ったぐらいのタイミングで、私、エレキのぐるぐるタスクに行こうとしたら、うん、石油側から高垣さんが来ました。いや、僕、普通にバイタル側から行ってるんで、うん、石油側から来てないですね。うん、そうです、そうです。僕、見てます、それ。はい。僕、バイタルのダウンロードやってから、電気室メインの方に抜けてるんで。バイタルのダウンロードやってから電気室メインだったら私と完全対抗です。私貨物バイタルエレキと言ってるので、うん、で今それにフルコンさんが高木さんの移動経路に同意したので、うん、フルコンさんまで私目線だと怪しくなっちゃいました。あ、そうなんですか、うん、診察で高木さんに会ってますよ、うん、僕は原産見て、うん、あと最後のその上がるところでしか見てないから。で貨物で安倍ちゃんが取るのを見てる。
俺は、はい、あのロミジュリンところあたりというか、うん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 、貨物下通って診察通ってエレクトリカで石油かな。そうです。で最後カメラ見たらエンジンの上のタスクのところに、秋風さんで貨物の下から上に古駒さんが走ってるの見ました。うんうんうん、そうですそうです。あと、死亡時刻が、コミサボ開いた瞬間にバイタル見た瞬間もうすでに2人とも死んでました。うん、初めはね、脇は右側じゃなかったかな。やったけど、僕ね、エンジン付近ですれ違った気すんねんけど、あのだいぶ序盤に。いや、どうだったかな。ゲンさんって貨物脇で結構すぐにバイタル抜けました？貨物脇ではなく、アーカイブ脇ですね。アーカイブラウンジ貨物で、貨物の給油と配線をやり、うん、バイタルエレキの上げ上げとぐるぐる、いやぐるぐるに向かうさなか1478移動するさなか4あたりから高木さんが来られたって感じです。いや47がつながってるんで、うん、シンプルに源さんの見間違いだと思ってますね。タロシンの位置はどこ？高木さんで位置落ちてフルコンさんでマットあたりが落ちるかなと思ってます。最後ヌンが右側にあるの確認してる。カメラが光ってるのを見てる。アーカイブのちょっともう一回ボタン鳴らしましょう。押し、私押してるので、はい、さうん、サボ直します。同じくエンジンでは期待。あ、これもいいや。こうやってね、脇位置に近いタスクは残しといてもこのルールだとあんまり損がないことが分かりましたね。慎太郎さんにやられるほらー、そんな香りがしたそんな香りがしたよ。わお、わお、お、ゲンさん一応僕はもう速攻で見てきました。秋風さんとスナパエさんはもうほぼ確証で見てもいいかなと思ってます、うんうんうん、今回のキル関われないし、コミサボが秋風さん直してるし、スナパエさんはなんか議論的にもう真っ白そうだなと思ってるので、うん、僕の中での人外候補は高垣、フルコンさん、タロちゃん、僕じゃない、うん、まあ、あれ、アベちゃんって白出るんだっけ。うん、あ、一応今回の位置が僕逆走して、時計回りで最後下のセキュリティ下のアップロードいます。最初にメインであっただけかな。うん、でもアベレージさんセキュリティのアップロードいるの？セキュリティ、そうです、アップロードいます。了解。あ、これ本線も高木フルコンに見えるんで高木くん連れていいかなって思いますけど、ゲンさんが死んでるんだったらゲンさんせいでいいんじゃないですか。高垣釣りが一番なくて。あら、あ、マット、うん、うん。俺はもうマットで決めてるから、やっぱ慎太郎さんから釣りかなって感じ。でもさ、高垣さんをマットで置く場合ってそこと繋がってるフルコンさんが人外になるんじゃないの？可能性は高くなりそうだけど、まあ俺の中での3次外はもうそこしかない、うん、ほぼ。一応今回僕最後コミサボ付近までは来てるんですけど、何番目ぐらい、その空き巣なしか俺見てなくて、多分最後だとフルコンさんが来て慎太郎さんが来たはず。多分そうそう、そんな感じの順番だった。フルコンさんまでは見てて、多分慎太郎さんも最後最終位置ここまでは来てるから、その道中のどっかで殺されてる場合、うん、僕らは死にも取れないから、うん、なんとも言えないって感じかな。あ、でもゲンフジミヤは最初アーカイブにいたと思う。一緒に湧いてたはず、うんうん、あ、それだったらフルコンさんが一番アーカイブでやってる位置近いと思う、うん、僕がラウンジ降りてくときにフルコンさんがアーカイブ最後ケツいたの見えたんで、うん、位置的には秋風さんたちよりも後ろって感じ、うん、あ、まあそうですね。また高木さんが、うん、シェルブが釣り先決めていいんだけど、僕を釣る場合は、うん、ボタンではなくネロちゃんが高木フルコンどっちかを切ってほしいです。見つけて、うん、もうその時点で PP なんで、多分ていうか誰釣っても多分そうした方がいいよね。うん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 、うん、どうしましょうか。慎太郎さん釣りで、でエンジンにフルコンさん来てもらうっていう想定で、ミーティングにはいてほしいです。で、カメラはもうほぼないと思うんで、見なくていいかな。はい。全員見てもらえれば。はい。はい、僕、ボタンないです。あ、ボタンあるんで、行きます。あ、じゃあ、多分来ないと思うんで、クルーが隠れても、ネロちゃんがキルボタン連打で走り回るのが一番勝率が高いかなと。こ、うん、れもそう。うん。いやー、ネロちゃんが、いやー、ないっす、ないっす。ネロちゃんが冷静ですね。ザ・名探偵よ、あれ。
高古から行かずに慎太郎さんが行くのが偉い。ダンスが。最初がもう露骨すぎた。確かに。いや、でも逆に露骨すぎて、そんなに考えてなかったもんな、途中から。タロシン、あれ最後、ちょっと、切ってからステルス決め込んでた。お。ライボーです。はい。ライボまあ、釣った方が早いんじゃね？うん、俺は釣りたい、正直。この三人街だろうなと思ってるから。うん。で、ボパンがこれでスナッパ焼き風なくなって。安倍があったっけな、押しましたっけ。安倍、初手の方によっしゃって言ってたけど、あれ、安倍が押したボタンだっけ。いや、わかんない。別の回だったかもしれない。今回押してないと思う。一番最初、慎太郎さんだったような気がする。ああ。何回目だっけな、押したの。その間は覚えてない。ね、阿部が白いと思ってる一番の理由は、俺が高木見っけたら切るわって言っちゃったのに、阿部と一緒にメインで湧いて、うん、ああそっからずっとエレキからもうミーティングまでずっとついてきてたのね、うん、そんな人間が人外だと俺思ってなくて、切ってないから実際俺のこと、うんうん、結構死に回ったからね、その道中で、まあ、だからセリフ目線でアベレージは行動的に白なので、もう人外で残る候補がその3人外しかいないというところなので、うんうん、まあ、フルコンさんまで釣って終わんなかったら、タガキインポスターでフルコンさんマットしかなくなっちゃうんで、どっちにしろこの2人外です、ね、次釣りミスってもし生き残ってた場合は、多分せめて見つかりやすいところで死ぬべきなんだろうね。そうっすね、だからボタンになりには行きます。待って、俺目線どうなってんのこれ。赤いサルカスナパイさんしか切らないです。目線は高垣さん白いから、うん、左には行けないから。まあ原産死んでる時点で高垣さんは、うん、人外確定だけど、いや、これマジ原産の見間違いだから、うん、まあ、もう一人はまあ村だからになるかな。でもフルコンさんが俺を助けるって言うとなんだ。あとよりまあ診察にいたっていうのは本当だから、うんうん、こういうの、はい、コミュ側の死体は作れないだろうなっていうとこなんだけど、そうっすね、もう一人ピカさんが死んでた、いや藤宮が、うん、ピカさんは左側で藤宮は右側だと俺は認識してるんですよ、うん、そうだ、右に行く藤宮とすれ違った気がしていて、うん、コミュの死体はない石油ですよね、死体って石油とキッチン館、石油とキッチン館、うん、なのでそっちの右側の死体を作れるのはどっちしろフルコンさんなのかなと僕は思ってました。俺になるのか、そこが言いました。そうですね。なのですいません、フルコンさん投票で。フルコンさんで終わってください。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 終わんなかったら全力で切りに行きますが、まあ安倍切るかな。そうしたら。そう、ぜひでボタンになってもらって。そうだね。じゃあメインエンジン行きます。はい。行けるの？場所言うとまずいけど。うん、それ言うと多分。ワンチャンあるか。うん、ワンチャンある。スキル投資でシェリフ自爆で負けになる。高木も向かいますから。そう、ワンチャン高木が切られる可能性あるから。まあ、合流しちゃうと高木も、ああ、それはそれでも高木がまずい。まずい。ああ、みんないいじゃん。逃げろ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 。完全にやる気。フロシアもみたいになってる。やばいやばいやばい。高木がネロちゃん狙ったらまずいんだ。おいジジジジジナイスファイト。あぶね、一瞬ネロちゃん釣られたらどうしようと思ったけど、これなんで踊ったんですか。いや、これ僕が悪くて、うん、あの僕がダブキルしたかったんで、高垣君につけまとってたら、そういう踊ってる風に見られた。ああ、そういうこと。なるほど。で俺その後高垣さんの前で踊ってももうなんか煽ってるように見えて、マットと壊れないんじゃないかって。いや、フルコンさんだと思って、本当にマットだと思って。いやいや、面白かった。いや、面白かった。うまいなあ、そこ。なのかって高垣だと思ってしかなかったから。確かに、もう完全にマット目が上がりましたよね、黒目よりは。確かに、そうっすよね。そう、おもろかったっすよ。あ、なんか俺インポスターだと思われてる。停電鳴らしたら絶対あい釣られるんだろうなと思って、うんうん、コミソボ鳴らしました。あー、なるほどね。